ネドブロック。2008年に台湾で開催された意識研究の学会にて撮影。ネドブロックは心の哲学を専門とする哲学者である。意識及び認知科学に関して重要な寄与を行っている。ハーバード大学にて PhD を取得。ヒラリー・パトナムの弟子にあたる。長年にわたってマサチューセッツ工科大学で教弁を取り、現在はニューヨーク大学で教えている。 ブロックは心理学主義と行動科学主義と題された1981年の論文で知性テストとしてのチューリングテストに対してブロックヘッドと呼ばれる反論を提示したことで知られている。またブロックは人間と同じ機能状態を有するシステムだからといってそれに意識があるとは必ずしも言えないとして機能主義をも批判している。ブロックは 最近の研究で意識に関して、減少意識とアクセス意識を区別した。前者は主観的経験と感覚を、後者は認知システムが推論。発話、高レベルの行動形成を行う際に、システム上の広い範囲で利用可能な情報のことをそれぞれ指す。人間において、アクセス意識と減少意識は必ずしも重なるとは限らないと、ブロックは主張している。ブロックは、 チューリングテストによって、コンピュータープログラムの人間らしさを競う、ローブナー賞の審査員を務めている。2013年ジャンニコ賞受賞。発達心理学者、スーザン・ケアリーと結婚している。哲学及び心理学教授ニューヨーク大学1996現在哲学プログラム主任マサチューセッツ高科大学。 から1996年米国芸術科学、アカデミーフェローグケンハイムフェロー言語、情報学研究所シニアフェロースロオン財団フェロー、アメリカンカウンシル・オブラーササイアティスの、フェローシップ受け入れ人米国科学財団の、フェローシップ受け入れ人哲学心理学学会元、会長 MIT 出版の認知科学表記主任国際意識科学へ会長ザ・ネーチャー・オブ・コンシャス・ネス。 フィロソフィカルディベイツ共同編集人、ありがとうございます。